株式会社ハヤブサの橋本翔太です。今回ですね、2023年の新製品、順番にご紹介させていただきたいなと思います。まずですね、こちらジギングサビキなんですけども、今まではこのブルーイワシと赤金というのをご紹介させていただいてたんですけど、今回は2023年このケイムラリアルシラスですね、はい、こちら新製品となっております。まあ、マイクロベイトの代表格であるこのシラスをね、超リアルに再現したジギングサビキですね。はい、はい、続きましてこちらジャックアイ巻き巻きの新色です。はい、今まであの簡単巻くだけジャックアイ巻き巻きという、メタルジグを発売させていただいてたんですけど、2023年新色が出ます。というのもこのリアル魚鱗というのを今回テーマにさせてもらってまして、こういう網目ですね、本当に魚の鱗のような、新色、そしてこの網目グロー、この隙間の部分がですね、夜光で光るように設定してますね。こちらが新色になります。はい、続きまして、こちらジャックアイフリフリバイブというんですけども、こちら巻くだけ青物対応メタルバイブということで、まあ、サイズ感はね、非常に小さいんですけど、フックがすごく太く設定してますんで、まあ、本当に青物を狙う際に非常に有効な、メタルバイブレーションになりますね。はい、続きましてこちらジャックアイ巻きピタというんですけども、まあ、こちらどういうルアーかといいますと、巻いて止めるリアクション系の金属系ミノーになってます。この名前の通りですね、この巻きピタも巻いて止めるだけで魚が釣れるという、新感覚のメタルジグになってますね。なんでまあそのサーフのショアジギングですとかフラットフィッシュ狙いにはもうもってこいのメタルジグですね。はい、続きましてこちらジャックアイサワラスピンというんですけども、まあ、今全国であの流行中のサワラキャスティング専用のメタルジグになりますね。はい、でどういう特徴があるかといいますと、まあ、こう巻いている時にですね、引き抵抗がすごく軽いです。でプラスあの飛距離がすごく出るようになってますんで、まあ、サワラキャスティングの時結構ミノーとか使われる方も多いと思うんですけども、まあ、飛距離というのを生かしてですね、このメタルジグサワラ専用に開発してますんで、ぜひ使ってみてください。はい、最後がこちらですね、ジャックアイの船巻きというんですけども、ジャックアイ巻き巻きという巻くだけで釣れるメタルジグの、オフショアバージョンです。ですので、まあ、こういうね、100g から 200g まで、設定させてもらってますんで、まあ、本当にオフショア の専門的なジギングで もう巻くだけで青物が釣れちゃうという、新感覚の新製品になってます。